仙台市青葉区国分町周辺では昨夜、警察官10人が運転代行業者に業務の許可証の提示を求めたり車体の表示を確認したりして適正な業務が行われているか見て回りました。で、約款もですね、まあ、求められたら説明されているってことですね、はいはい、この街頭指導は忘年会シーズンを迎え飲酒運転根絶に向けて運転代行業者の利用を促そうと行われました。飲酒をしましたら交通機関や公共交通機関やタクシー運転代行を使うなどして飲酒運転は絶対にしないでもらいたいと思います。県内では今年おとといまでに飲酒運転による死亡事故が去年よりも9件多い37件発生しています。県警は飲酒の機会が増える年末にかけて運転代行業者への指導や飲酒運転の取り締まりを強化することにしています。